アバー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 芥川龍之介。安吉はずっと以前からこの店の主人を見知っている。ずっと以前から、あるいはあの海軍の学校へ赴任した当日だったかもしれない。彼はふとこの店へマッチを一つ買いに入った。店には小さい飾り窓があり、窓の中には大正旗を掲げた軍艦三笠の模型の周りに、キュラソーの瓶だの、ココアの缶だの、干しぶどうの箱だのが並べてある。が、軒先にタバコと抜いた赤塗りの看板が出ているから、もちろんマッチも売らないはずはない。彼は店を覗き込みながら、マッチを一つくれたまえと言った。店先には高い勘定台の後ろに若いすがめの男が一人つまらなそうに佇んでいる。それが彼の顔を見るとそろばんを縦に構えたままにこりともせずに返事をした。これをお持ちなさい。あいにくマッチを切らしましたから。お持ちなさいというのは、タバコに添える一番小型のマッチである。もらうのは気の毒だ。じゃあ朝日を一つくれたまえ。何、構いません、お持ちなさい。いや、まあ朝日をくれたまえ。お持ちなさい、これでよろしけりゃ。いらぬものをお買いになるには及ばないです。すがめの男の言うことは親切づくなのには違いないが、その声や顔色はいかにも無愛想を極めている。素直にもらうのは忌々しいと言って店を飛び出すのは多少相手に気の毒である。安吉はやむを得ず勘定台の上へ一銭の銅貨を一枚出した。じゃあそのマッチを二つくれたまえ。二つでも三つでもお持ちなさい。ですが、代はいりません。そこへ幸い、戸口に下げた金銭サイダーのポスターの影から、小僧が一人首を出した。これは表情の朦朧としたニキビだらけの小僧である。旦那、マッチはここにありますぜ。安吉は内心外貨を上げながら、大型のマッチを一箱買った。代はもちろん一銭である。しかし彼はこの時ほどマッチの美しさを感じたことはない。ことに三角の波の上に誉前線を浮かべた商標は額縁へ入れてもよいくらいである。彼はズボンのポケットの底へちゃんとそのマッチを落とした後、とくとくとこの店を後ろにした。安吉は次来半年ばかり学校へ通う往復にたびたびこの店へ買い物に寄った。もう今では目をつぶってもはっきりこの店を思い出すことができる。天井の梁からぶら下がったのは鎌倉のハムに違いない。欄間の色ガラスは漆喰塗りの壁へ緑色の日の光を映している。板張りの床に散らかったのはコンデンスドミルクの広告であろう。正面の柱には時計の下に大きい日暦がかかっている。その他飾り窓の中の軍艦三笠も金銭サイダーのポスターも椅子も電話も自転車もスコットランドのウイスキーもアメリカの干しぶどうもマニラの葉巻もエジプトの紙巻も燻製のニシンも牛肉の大和煮もほとんど見覚えのないものはない。ことに高い勘定台の後ろに仏頂面を晒した主人は飽き飽きするほど見慣れている。いや、見慣れているばかりではない。彼はいかに咳をするか、いかに小僧に命令をするか、
ココアを一缶買うにしても、フライよりはこちらになさい。これはオランダのドロステです。などといかに客を悩ませるか。主人の一挙一動さえことごとく当に心得ている。心得ているのは悪いことではない。しかし退屈なことは事実である。安吉は時々この店へ来ると妙に教師をしているのも久しいものだなと考えたりした。そのくせ前へ言った通り、彼の教師の生活はまだ一年にもならなかったのである。けれども蛮方を支配する変化はやはりこの店にも起こらずには済まない。安吉はある初夏の朝、この店へタバコを買いに入った。店の中は普段の通りである。水を打った床の上にコンデンスドミルクの広告の散らかっていることも変わりはないが、あの菅目の主人の代わりに勘定台の後ろに座っているのは西洋髪に結った女である。年はやっと19ぐらいであろう。インフェイスに見た顔は猫に似ている。日の光にずっと目を細めた一筋も混じり気のない白猫に似ている。安吉は親と思いながら勘定台の前へ歩み寄った。朝日を二つくれたまえ。はい。女の返事は恥ずかしそうである。のみならず出したのも朝日ではない。二つとも箱の裏側に旭日旗を描いた三笠である。安吉は思わずタバコから女の顔へ目を移した。同時にまた女の鼻の下に長い猫のひげを想像した。朝日を。これは朝日じゃない。あら、本当にどうもすみません。猫、いや女は赤い顔をした。この瞬間の感情の変化は正真正銘に娘じみている。それも当世のお嬢さんではない、5、6年来後を絶った兼有者趣味の娘である。安吉はバラ線を探りながら竹比べ、つば黒口の風呂敷包み、柿つばた、両国、かぶらぎ清方、そのほかいろいろのものを思い出した。女はもちろんこの間も勘定台の下を覗き込んだなり一生懸命に朝日を探している。すると奥から出てきたのは例の菅目の主人である。主人は三笠を一目見ると大抵様子を察したらしい。今日も相変わらずにがりきったまま勘定台の下へ手を入れるが早いか、朝日を二つ安吉へ渡した。しかしその目にはかすかにも白、微笑みらしいものが動いている。マッチは？女の目もまた猫とすれば喉を鳴らしそうに媚びを帯びている。主人は返事をする代わりにちょいとただ転倒した。女はとっさに勘定台の上へ小型のマッチを一つ出した。それからもう一度恥ずかしそうに笑った。どうもすみません。すまないのは何も、朝日を出さずに三笠を出したばかりではない。安吉は二人を見比べながら、彼自身もいつか微笑したのを感じた。女はその後、いつ来てみても勘定台の後ろに座っている。もっとも今では最初のように西洋髪などには結っていない。ちゃんと赤い手柄をかけた大きい丸まげに変わっている。しかし客に対する態度は相変わらず妙に初々しい。応対は使える、品物は間違える、おまけに時々は赤い顔をする。
全然おかみさんらしい面影は見えない。安吉はだんだんこの女にある好意を感じ出した。といっても恋愛に落ちたわけではない。ただいかにも人慣れないところに気軽い懐かしみを感じ出したのである。ある残暑の厳しい午後、安吉は学校の帰りがけにこの店へココアを買いに入った。女は今日も勘定台の後ろに講談クラブか何かを読んでいる。安吉はニキビの多い小僧に万宝店はないかと尋ねた。ただいまあるのはこればかりですが。小僧の渡したのはフライである。安吉は店を見渡した。すると果物の缶詰の間に西洋の海女さんの商標をつけたドロステも一缶混じっている。あそこにドロステもあるじゃないか。小僧はちょいとそちらを見たきり、やはり漠然とした顔をしている。ええ、あれもココアです。じゃあこればかりじゃないじゃないか。ええ、でもまあこれだけなんです。おかみさん、ココアはこれだけですね。安吉は女を振り返った。心持ち目を細めた女は美しい緑色の顔をしている。もっともこれは不思議ではない。全然欄間の色ガラスを透かした午後の日の光の作用である。女は雑誌を肘の下にしたまま、例の通りためらいがちな返事をした。ああ、それだけだったと思うけれども、実はこのフライのココアの中には時々虫が湧いているんだが。安吉は真面目に話しかけた。しかし実際虫の湧いたココアに出会った覚えのあるわけではない。ただ何でも好意さえすれば万宝店の有無を確かめさせる上に効能のあることを信じたからである。それも随分大きいやつがあるもんだからね。ちょうどこの小指くらいある。女はいささか驚いたように勘定台の上へ半身を伸ばした。そっちにもまだありゃしないかい。ああ、その後ろの戸棚の中にも。赤いのばかりです。ここにあるのも。じゃあ、こっちには？女はあずまげたを突っかけると、心配そうに店へ探しに来た。ぼんやりした小僧もやむを得ず、缶詰の間などを覗いてみている。安吉はタバコへ火をつけた後、彼らへ拍車を加えるように考え考え喋り続けた。虫の湧いたやつを飲ませると子供などは腹を痛めるしね。彼はある避暑地の鹿島にたった一人暮らしている。いや、子供ばかりじゃない、家内も一度ひどい目に遭ったことがある。もちろん妻などを持ったことはない。何しろ用心に越したことはないんだから。安吉はふと口を閉ざした。女は前掛けに手を拭きながら当惑そうに彼を眺めている。どうも見えないようでございますが。女の目はおどおどしている。口元も無理に微笑している。ことに滑稽に見えたのは鼻もまたつぶつぶ汗をかいている。安吉は女と目を合わせた刹那に突然悪魔の乗り移るのを感じた。この女はいわばお辞儀草である。一定の刺激を与えさえすれば必ず彼の思う通りの反応を呈するのに違いない。しかし刺激は簡単である。じっと顔を見つめてもよい、あるいはまた指先に触ってもよい。女はきっとその刺激に
安吉の暗示を受け取るであろう。受け取った暗示をどうするかはもちろん未知の問題である。しかし幸いに反発しなければ、いや、猫は飼ってもよいが、猫に似た女のために魂を悪魔に売り渡すのはどうも少し考えものである。安吉は吸いかけたタバコと一緒に乗り移った悪魔を放り出した。不意を食らった悪魔はとんぼ返る拍子に小僧の鼻の穴へ飛び込んだのであろう。小僧は首を縮めるが早いか、続けざまに大きい草芽をした。じゃあ仕方がない、泥捨てを一つくれたまえ。安吉は苦笑を浮かべたままポケットのバラ線を探り出した。その後も彼はこの女とたびたび同じような交渉を重ねたが、悪魔に乗り移られた記憶は幸せと他には持っていない。いや、一度などはふとした弾みに天使の来たのを感じたことさえある。ある秋も深まった午後、安吉はタバコを買ったついでにこの店の電話を借用した。主人は日の当たった店の前に空気ポンプを動かしながら自転車の修繕に取り掛かっている。小僧も今日は使いに出たらしい。女は相変わらず勘定台の前に受け取りか何か整理している。こういう店の光景はいつ見ても悪いものではない。どこかオランダの風俗がじみた物静かな幸福にあふれている。安吉は女のすぐ後ろに受話器を耳へ当てたまま、彼の愛蔵する写真版のデフォーゲの一枚を思い出した。しかし電話はいつになっても容易に先方へ通じないらしい。のみならず、交換手もどうしたのか、一二度何番へを繰り返した後は全然沈黙を守っている。安吉は何度もベルを鳴らしたが、受話器は彼の耳へブツブツ言う音を伝えるだけである。こうなればもうデフォーゲなどを思い出している場合ではない。安吉はまずポケットからスパルゴの社会主義早わかりを出した。幸い電話には剣台のように蓋の謎絵になった箱もついている。彼はその箱に本を載せると、目は活字を拾いながら、手はできるだけゆっくりと強情にベルを鳴らし出した。これは横着な交換手に対する彼の戦法の一つである。いつか銀座尾張町の自動電話へ入った時には、やはりベルを鳴らし鳴らし、とうとう佐橋甚五郎を完全に一遍に読んでしまった。今日も交換手の出ないうちは断じてベルの手をやめないつもりである。散々交換手と喧嘩した挙句、やっと電話をかけ終わったのは20分ばかり後である。安吉は礼を言うために後ろの勘定台を振り返った。するとそこには誰もいない。女はいつか店の戸口に何か主人と話している。主人はまだ秋の日向に自転車の修繕を続けているらしい。安吉はそちらへ歩き出そうとしたが、思わず足を止めた。女は彼に背を向けたままこんなことを主人に尋ねている。さっきね、あなた、ゼンマイコーヒーとかってお客があったんですがね、ゼンマイコーヒーってあるんですか？ゼンマイコーヒー？主人の声は細君にも客に対するような不愛想である。玄米コーヒーの聞き違いだろう。
玄米コーヒー？ああ、玄米からこしらえたコーヒー。なんだかおかしいと思っていた。ゼンマイって八百屋にあるものでしょ？安吉は二人の後ろ姿を眺めた。同時にまた天使の来ているのを感じた。天使はハムのぶら下がった天井のあたりを飛用したまま、何にも知らぬ二人の上へ祝福を授けているのに違いない。もっとも燻製のニシンの匂いに顔だけはちょいとしかめている。安吉は突然燻製のニシンを買い忘れたことを思い出した。ニシンは彼の鼻の先に浅ましい気概を重ねている。おい君、このニシンをくれたまえ。女はたちまち振り返った。振り返ったのはちょうどゼンマイの八百屋にあることを察した時である。女はもちろんその話を聞かれたと思ったのに違いない。猫に似た顔は目を上げたと思うとみるみる恥ずかしそうに染まり出した。安吉は前にも言う通り、女が顔を赤めるのには今までにもたびたび出会っている。けれどもまだこの時ほど真っ赤になったのを見たことはない。あ、ニシンを？女は小声に問い返した。ええ、ニシンを。安吉も前後にこの時だけは甚だ殊勝に返事をした。こういう出来事のあった後、二月ばかり経った頃であろう。確か翌年の正月のことである。女はどこへどうしたのかぱったり姿を隠してしまった。それも三日や五日ではない。いつ買い物に入ってみても、古いストーブを据えた店には例の菅目の主人が一人退屈そうに座っているばかりである。安吉はちょいと物足らなさを感じた。また女の見えない理由にいろいろ想像を加えなどもしたが、わざわざ不愛想な主人に「おかみさんは？」と尋ねる心持ちにもならない。また実際主人はもちろんあのはにかみ屋の女にも「何々をくれたまえ」というほかは挨拶さえ交わしたことはなかったのである。そのうちに冬ざれた道の上にも、たまに一日か二日ずつ暖かい日陰が差すようになった。けれども女は顔を見せない。店はやはり主人の周りに荒涼とした空気を漂わせている。安吉はいつか少しずつ女のいないことを忘れ出した。すると2月の末のある夜、学校のイギリス語講演会をやっと切り上げた安吉は、生暖かい南風に吹かれながら格別買い物をする気もなしに、ふとこの店の前を通りかかった。店には電灯の灯った中に西洋酒の瓶や缶詰などがきらびやかに並んでいる。これはもちろん不思議ではない。しかしふと気がついてみると、店の前には女が一人、両手に赤子を抱えたまま他愛もないことをしゃべっている。安吉は店から往来へ差した幅の広い電灯の光にたちまちその若い母の誰であるかを発見した。あばばばばばばば。女は店の前を歩き歩き、面白そうに赤子をあやしている。それが赤子を揺り上げる拍子に偶然安吉と目を合わした。安吉はとっさに女の目の逡巡する様子を想像した。それから嫁にも女の顔の赤くなる様子を想像した。
しかし、女は澄ましている。目も静かに微笑んでいれば、顔も郷愁などは浮かべていない。のみならず、意外な一瞬間の後、揺り上げた赤子へ目を落とすと、人前も恥じずに繰り返した。あばばばばばば、ば。安吉は女を後ろにしながら、我知らずニヤニヤ笑い出した。女はもう、あの女ではない。度胸のいい母の一人である。ひとたびこのためになったが最後、古来いかなる悪事をも犯した恐ろしい母の一人である。この変化はもちろん女のためにはあらゆる祝福を与えてもよい。しかし娘じみた細君の代わりにずうずうしい母を見出したのは、安吉は歩み続けたまま呆然と家々の空を見上げた。空には南風の渡る中に丸い春の月が一つ白々とかすかにかかっている。お相手は久保田仁でした。